ほんとんかね私たちいいよねこのメンバーねいいよねよね何でも話せるでも話せるよねこれがいいのかもしれないねちょっと含みを持たせてしまった前回さその恋愛の話でちょっとね盛り上がりつつちょっとなんかあもりそう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 なんかねいろんな思い出ねよみが蘇ってきた感じだったからちょっと緊張したなああ たのかななんかピュアだよね私たち意外となんかうぶでなんかねなんかそんなに積極的じゃないからじゃない私積極的なんか恥ずかしいとかなんかないああでも確かにマッは多いかも恋愛に向いてるねなんかそう。 あそそううだだだねねねよかもメール送るのとか恥ずかしいもんね向こう任せな向こうから来るのみたいなねだめなんだよ待ってるだけじゃあれかつかみに行かなきゃってそう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 いう歌作るそういう決意をしたからね決意をしたからね「MDK」ね「待ってるだけじゃつかみに行かなきゃ」ってじゃあ始めるか <laughs> またちょっと恋愛に行こうとしたらな <laughs>、うん、やっぱり春<や>、ね、道だね。でもっとね、ねうん、他にね共通の話題があるじゃん。あ <laughs>、うん、そうだね。あ,あるある。<laughs> そういう話し,しよう。<laughs> その話し,しよう。<laughs> それがいい。夜景。夜景。夜景。フレーズ <music> はい。じゃあ今日は何のテーマでいきましょうか。 女性といえば美容美容 <laughs> みたいな <laughs> 女性 <laughs> そうですよもう切っても切り離せないですよね,そう,ねそうですね毎月美容室も行くしさメイク代もかかるし、うん、結構お金かかるよね女の人ってさみんなどれぐらいかかる月に美容代あでも今すごいサボってる サボってるサボってる本当にサボってる私もネイルやってない今ネイルぐらいかもしれない逆に予約しなきゃとか確かになんか本当確かにあれだねかかる時もあればサボってる場合はおかしないからね基礎化粧品とかさ買い替えの時期とかに一気にかかるじゃんああそうそう時に赤み切ったとかで結構バッてお金かかる月があるしかもさやりたい時期ってないなんかそうういモードの時 なんかさ年末年始前とかもさ何かと美容室行きたくなそそそううらなネイルしたりそうそそそううういう時に出費かかっちゃうね結構ねイベント前とかそうそうだねハロウィン前クリスマス前ホワイトデー前そう何か大切な仕事の時とかさ連帯デー前仕事前そうだねで今サボりモードかもしんなうん私もネイルは絶対だねあやってるんだ34週間二回 えらそうだねもう私も、うんうん、ネイルは欠かさずかも,もう何,何年もじゃない何年もやってるね最初自分でやったりもしてたけどやっぱりね途中であの取れ剥がれたりとかあるからうもうジェルネイルお願いしようっては思ってたなどかさ受ける話があってさそしたらさあのそれこそさっきみなみが言ってくれたネイル付 つけ,けネイルっていうのかって、うん、あるあるこう上の方がカポカポして取れちゃってみたいな、うん、それでなんかラジオカー乗ってお仕事してた日にちょっとカポカポ取れそうだったのよ、うん、このネイルがね、うん、でそうしたらねなんかもう気づいたらもうなくなっちゃってて私の爪から<ー>あどっかで取れたんだなって思ったら、あのー、また次の週にさ別の,あのラジオカーリポーターの方がなんか忘れ物あなんか落とし物を見つけましたみたいな感じで言ってて <laughs> なんだろうと思うじゃん。 そしたらなんかメモ付きで誰の落とし物ですかって,言って、うん、剥がれた爪がラジオカーに。怖い怖い。ゴ <laughs> ホラーなんだけど。ゴラーだよねこれ。<laughs> でもねすっごい装飾されてた綺麗なあのパーツがもうそっくりそのまま落ちちゃってたから<ー>きっと使うものだと思ったぐらいの装飾物がついてたんだけど。<ー>えー、でもそれ見つけたらどうするかな。 もう捨てたけどねあれはでもそうそうもう剥がれちゃったからねなんかつけられると思ったんじゃないかなあそうまたつけられると思ってくれた優しいねリポーターさんがつけ爪あと思ったかもね落とし物ですよ誰のですかって言ってつけ爪が貼られてたわあったあったあやっぱね大事だ剥がれたらねつけられないからねそうだねしかもどこ行ったか分かんないしねそう分かんないシャンプーしたあとになくなってる時ないあるよシャンプーしてるる時に かかると、水が入っちゃうんだよね。はい。そう、そっからちょっと剥がれていくんだからね。私大変だわ。そ美容ね。なんか今注目してるのとかある?。ある?。私、針。あ、針。美容針。あ、美容針やってる。あ、どこに刺すの?。 全体全体だよねそうそうあれだってすごい量刺さない何本刺したいのかな <laughs> 聞いたことなかったけどそうあと頭皮にも刺すえ<ー>は正直出るところがあるあ<ー>場所によって場所によってでもあのまあ何日か経ったら大丈夫ですっていうので本当に引くからええ糸をさ糸っていうか針を刺して<ー>どんな効果が期待できるって感じになるのかなえっとリフトアップとお<ー>あとまあこの間シミのところに刺してもらったんですけど シミが急に敬語カウンセリングみたいになっちゃったちょっとモードがそういう風に入ってしまったごめんカセリングの人になっちゃってる体験者の話み薄くなったかなっていう感じでも肌の血色とか良くなりそう血色も良くなると思う活性化するんだそう私はほっぺがすごい硬いって言われてへー てるからそのほっぺをまず柔らかくしようっていうのでほっぺ柔らかくしてもらって針すごいさせてもらってそっからリフトアップみたいなああバンパイアスキンっていうものもあるんだけどバンパイアすごい名前クリニックによっても呼び方違うんだけどベルベットスキンとかああ聞いたことあるンパイアスキンとかあとはジーっとあこれも同じ原理でさ穴を開けんだって針でダーマペンだダーマペンうん 皮膚に穴を開けてその皮膚を治そうという力の自然中力を利用しての弾力があの保たれるんですよ肌をちょっと生まれ変わらせるっていう感じだよねそういうことがあるということなんですよもう体験者の話敬語になったまた私もちょっと南っぽくしてみたよ今気づくまで言い続けてる。そういうことがあるんすけれども いいのかもねもしかしたらね人によっては相性が合えばねそうだね相性もあるのかなずっと針をやってるから私はあ長いのまあ1年ぐらいやってるかなすごいすごいだから今度針があっ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 かっ座布団ん枚 は私はね今注目してるのがあって、うんあのま、昔からあるらしいんだけど糸,糸を顔に入れるっていう<ー> <laughs> あでも<れ>昔からあるね気に,た気になる糸リフトリフトアップするんでしょ の、これが進化版なんだけど、一昔前ってたんだけど、まあ元祖的なものは。金の糸もやってたことがある、て<ー>かまあ今もあるらしいんだけど。うん、金の糸を六メートルぐらい。顔と首に張り巡らせるのよ。六メートル。真皮層に埋め込んでいくんだけど。<ー>さっきのさ、南の。 原理と一緒でやっぱりこう異物を中に入れることによって外に押し出そうという力を、うん、あのやっぱり発揮してこう肌弾力がやっぱりあの見込めあの期待できるというわけなんですよああわけなんですねそういう効果が期待できるんですよあーすごい、えー、これって一回入れたら永久ものなのかなそうなんだってえーまあ、どうやって入れるのなんかねあのちゃんとお医者さんが入れるらしいんだけど、ねね、どうやらここのクリニックが歌ってたものはこの 金の糸を入れると5年かけて遡ってあってリバースするエイジエイジリバースする<え>若返るんだって5年前に戻る理念のもとやってるって言ってたんだよね。えすごいえー、じゃあ5年間はまあ徐々に上がっていくみたいな徐々にあの再生してすっごい肌もリフトアップしてこう変わっていくっていう原理そこか,から3年に1回1歳年取っていくって緩やかな老化を見込めるんだって。えーえー すごい興味あってさ、今やったら五年前の自分に、そうだよ。そうだよ。南にな花が五年前になるねん。なるねん。二十代でやめてた。二十代。二十代？二十代に戻れる？やるよね。やるよね。ね。ちょっと興味はやるよ。興味あるよね。で本当そういうあのギャンリー今ちょっと注目してる調べてる。 今んか私痛いのが苦手だから肌にさこのやるのとかなかなかできなくてだからその金の糸もすごい興味あるんだけど痛いかなでも麻酔の技術が今はね腸の治療もさ痛いまもしない大丈夫だよきっとね麻酔でやるのか麻酔で起きたら大丈夫って感じかもねでもさ最近男性も結構美意識高くなってると思わない そうだよ。だって男性用の化粧水とかね、美容液もね、たくさんあるもんね。脱毛とかさ、うん、毛毛とかしてる人も多いよ。回り多い。だって SNS でさあがってこない脱毛行きましたとかさ、なんか友達のものとか出てくるし、あとね、あの仕事でお笑い芸人さんとね、お仕事することが多いんだけど、メイクポーチ持ってる。化粧直しの。 ポーチ持ってるよ。ええ、さすがだね。すごいよね。意識高いね。ファンデーションとか。もいるしねそうそうそうネイルもね。あ、そうだね。ネイルいるわ。ファンデじゃあ自分で選んで。ファンデそう選んでやってるし、男性の方が詳しかったりするかも。すごい最新のものとか。うん。そうそうそうだから美容の話ができるから楽しい。 韓国のさアイドルとかもやっぱもうメイクはもう絶対やってる印象なんだけど本当に美しいもんねなんかそう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 むしろ女性よりね麗綺麗だよね台湾の航空会社でも男性 CA がいたんだけど美意識高かったやっぱ普通にお化粧はしているしあと機内販売のこれいいやつだよとか言ってああすごい この化粧水はねとか言って僕も使ってるよとか言って結構高いやつだったのでおすすめしてくれたいいね資生堂が好きらしいそうなの資生堂と s k 2って言ってた男性もそうなんだと思って今すごいね美容ねもね日本もね。 沖縄の人こそ結構脱毛って興味あるのかなって思う<ー>沖縄はさそうだよ毛があの生えて毛が、ね、結構ね,結構ね、うん、確率が高い大量だったりするもんね,ね女子もさ、うん、あるもん

オーディエンスから一人、うん、あの、できますよ、みたいな感じで案内されて、こう、うん、お父さんが家族、ご家族のお父さんがこう。出たんだって、代表で、うん、で、なんかもう、縁よくね、お持ちもやりますが、よいしょよいしょって言ってね。混ぜ込んでたらしいんだけど、そしたら、この方が、結構、あの、毛が濃いかったみたいで。うん、みんなに最後さ、あの、一口サイズで振り分けられるじゃん。誰 <laughs> か、そしたら、なんか、毛が入ってるって誰、大 <laughs> 丈だから、腕の、腕の<あ>、手の甲、ね。手の甲から、あの、侵入しちゃう。<laughs> それ、ちょっとざわつい。 たっていう餅つき大会があったのよざわつく餅つき大会一本多分おそらく入っちゃったんだよね一本どころじゃじゃなかったですね手の甲とか指の毛とかでしょ入っちゃうしょうがないねいつで濡らしてさそうやったんじゃない これ素手で。そうだよね、素手でやったんだ。当時は、コロナの頃は。あの頃はね。なんか、そういう、なんか、地域のね、なんか、自治会みたいな。見ているお客さんも気になってたと思うよ。絶対気に入るじゃないかなって。ね気になってたと思うけど、まさか本当に入ってたっていう。脱毛って大事だよね、そういう面からしてもね。そうだね。全然、おの甲とかもね。手の甲とかできちゃうもんね。指とかね。名刺出す時とか、やっぱ気になっちゃうかもね。 飯出す時にねすっごい毛で追われてたらやっぱりね一瞬止まる時あるもんねそこまではないけど見るからね目はいっちゃうよね沖縄の人多分ねそういう経験あるかもね毛が好きな人も逆にいるもんねそうそうそう毛が好きな人全然私も大丈夫毛どうもうオッケー セクシーだよセクシーセクシーセっていうかんかクマさんみたいになんか動物的な感じがしてもっさりちょっと見えてるのとかはシャツから見えてるぐらいは本に見えてるってなったらラテンのなんかラテンサーさんとかだとパパは様になるけど確かにかっこいいってなるよね日本人は確かに見えてたらねあのシャツからさ胸毛がちょっとファッと。 見えてる範囲は収めててほしいからそうだねそこは別に見えなくてもいいはだけた時にダンスをしてる時にダンスをしてる時に顔してる時にとかすごいヒさんみたいにねわってなった時のあの一瞬に生えてる分にはセクシーってねそう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 そはね全然大事だよね沖縄に住んでたらさ紫外線すごいじゃん守らなきゃいけないそうだね胸元ね皮膚を守っていかないといけないからすごいね DNA ね違うよね 顔もね、大陸とね、うん。髪の毛のね、ふさふさとかも違うもんね。うん、そうだね。髪質とかも違うっていうもんね。ね肌のきめの細かいさとかさ。そう,そうそう、うん、やっぱ東北の方とか、美しいなって思うもんね。えー、綺麗だよね。 沖縄もね頑張ってうちらも底上げして頑張るか美容ね美容頑張ろう美白頑張ろう美白ね頑張りたいよね夏でいつも戻っちゃうんだよねそうだよねなんか首とか気に忘れがちあ忘れがち運転してる時に腕とかさそう 日差しが運転の時のね、両腕が焼けるとかあるよね。なんか諦めちゃわない。諦めちゃって。もういいやってね、今年の夏もどうせ焼けるんだからって思っちゃうね。でもそれがダメなんだな。そうだよ。ゴム着肌が好きとか言っちゃうもん、私も。ああ、そう、それがいいみたいな、健康的でしょう、できでしょっていうに収めがちだから。もうちょっと頑張るか、でも憧れは美白。やっぱりね。美しいよね。そう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 。頑張ろう。男性も頑張ってるんだから。 そうだよ。女性のね、いろんなのが目立ってきそう、これから。これ完成しすごいから。うん、完成。そうか。頑張らなきゃ。メイク、え、まだそれ、みたいな。そう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 。この最先端、これだよ、みたいな。ねそうだよ。来るかな、そういう時がね。楽天してきてね。サボらないで、頑張ろう。そうだね、年末にかけてね。ちょっと整えていきましょう。さあ、今日は、ここまでですかね。はい。 番組では皆さんからのメッセージもお待ちしてます。y a k k e e アットマーク r 岛ドット c o ドット j p までメールお送りください。そしてツイッターはハッシュタグ薬剤フレンズカタカナで薬剤フレンズで皆さんつぶやいてくれると嬉しいです。いいね押しますよね。<laughs> ね, <laughs> ね見てくれたら嬉しいね、はい。うん、お願いします。そして薬剤フレンズ気に入ったという方はぜひフォローもお願いします。お願いします。お願いします

ビューティーラインを意識して、続いちゃった、続いちゃった。<laughs> まさかのビューティーラインを意識して、男性に負けずに。女性に。女性に。私が違う。もう諦めない。ないない <laughs> イメージと違う。頑張ろう、頑張う。諦めないで。はい、もう一回、かな。<性>諦めないで、それに負けずに。あ、諦めない。<何>諦めないで。あなたの。

追求しちゃうんだから。できた。まさかの三回追求。三回追求。追求。三回。ちょっと、ずっと終わらないで。もう、終わらなきゃ、も終わりますね。皆さん、また次回もお楽しみに。や <laughs> けい。やけい。やけい。ええ。またね。